薬物を使用すると脳内報酬系の活性化に作用し、ドパミンの放出を促し快感を高めます。この快感を求めるために薬物の反復使用をしてしまいます。すると同じ量の薬物では快感が得られなくなります。これが薬物への耐性です。ヘロインや覚醒剤などの薬物は耐性の形成が早く、使用量がどんどん増えてしまいます。薬物の作用が切れると薬物を強烈に欲する渇望が生じます。渇望は薬物探索行動といわれる薬物の入手ばかりを求める行動につながります。これは精神依存によるものです。また薬物の作用が切れると離脱症状を起こします。例えばヘロインでは吐き気や嘔吐、関節の激痛などが生じます。そしてこういった症状を抑えるために薬物を探しまた使用します。これは身体依存によるものです。耐性、精神依存、身体依存からさらに量が増え、さらに強い依存へとつながる負のサイクルに陥っていくのです。